はい、えー、どうも、吉谷です。今回、ですね熟成さんからご質問、メールの方でご質問いただいたので回答していきたいと思います。まあ、ちょっと長いんですけど、まあ、質問質問なんですが、今から返信動画を撮るところですが、吉谷さんの下記のようなアンケート回答の方に向けてどんな風に返信されますか、例えば稼ぐことへの本気具合、借金の大きさ、甘っちょろ、どの程度今の状態不満を持っているのかなど、どんな風に喋られるでしょう、探られるでしょうか、またビジネスの展開、 どんなふうなご提案できますかということでえこれですね結論まあちょっとあのそのお客さんの,その僕がアドバイスできることっていうのはこのアンケートまあアンケートの方をメールでいたアンケート結果の方をメールで頂い,いてるんですけど僕はこういうアンケートを取ったことがないんでちょっと逆に言うと提案ができないですね。僕はアンケートを取る時に アンケートを取るときにお客さんのまあ、これちょっと僕に添付していただいたその結果内容とまた違うのかもしれないですけど僕のアンケートってチェックボックスじゃなくてか書いてもらうんですよお客さんの気持ちを書いてもらうんですねお客さんの気持ちを書いてもらった上でその気持ちに対して気持ちをぶつお伝えするっていう。 が、ベースでそこに対してあのこうやっていった方がいいよ。っていう提案をしていくんですよ。だ気持ちを変えてもらって、自分の気持ちを伝えて、その中で、えー、書いてあるところの読み取って、そこに対して提案していくってことです。だから、このチェックボックスでチェックするだけだとアンケートが弱いかなっていうだから、結論僕がこのここに対してアドバイスできるのはアンケートがちょっと弱いかなっていう。取り方がで逆に言うとこれだけチェックボックスあって逆にその。 うん今回頂い,いた質問がうーん、まあ、もちろん吉谷さんの見解を聞きたいっていうことで質問いただいてると思うんですけども本来であるならばアンケートをちゃんと取ってればんそれに対してのあれ回答なんで僕の見解が必要ないんじゃないかなとは思うんですよ。で要はアンケートの項目がありすぎてえじゃあどこにどこに。 ポイントを収めてお客さんに話せばいいのかっていうところが逆に自分が分かりづらくしてんじゃないかなとじゃあ逆にですよ逆にこのアンケートでこれは多分複数チェックできると思うんですけど仮にですよ全、まあ、これいたずらだったと仮定してじゃあ全部チェックしてきたらどうやって回答しますかって話じゃないですかうんだかこれ自分で回答を難しくしてるアンケートなんじゃないかなっていうのが非常に感じますね、うん、だ要は、 その僕はシンプルに悩みは何なのか何に興味あるのかこれだけなんですよ。何に興味あるのかそして何今どんな悩みを抱えてるのかただこれだけなんですよ。だからドリアカの今そのセールする時もなぜドリアカに興味持ったのかそして今の悩みは何ですかってこの2つを聞いてるんですね。なぜドリアカに興味持ってるのか そのほあの入りたいなと思ってる理由は何なのかそして今の悩みは何なのかこの2つさえ聞いとけば、まあ、いくらでも話はできるんでもちろんですよ真面目に書いていただく人もいれば適当に書いてる人もいるんですけれどもお客さんがちゃんとそのそれを踏まえてそれを踏まえてですねじゃあこれこの人に対してどうアドバイスするかなんですけれどもうーんまあその。 シシュミレーション私のシュミュレーションということで私としてはとりあえずこの方はパートアルバイトされて会社のサポートがあるので自己アフリートをもっと徹底してさらに無料で20万ぐらい作るんじゃないかということで提案したいと思っています、うん、でいいと思いますねうんうんだからこれをその要は資金作りというかまずはそのやったことあるかってで自己アフリートに関しては気嫌いしてる人もいるので まずその自己アフリエイトをやったことがあるのかそして私の事例私はこういうふうにやってこういうふうにやったよっていうことを伝えればいいんじゃないですかね、うんうん、そうですね。 ですね、まああとはトップバスがこれ興味あるんだとトップバスを教えてもいいんじゃないですかおすすめしないというよりかは一応その興味あることについて話せばいいんじゃないですかそう要はおすすめはしないけれどもまあ興味あるっていうことでいただいてるんでじゃあ実際に私がやってる結果の方をシェアしますただこのやり方なんであのなんだえー 元キャプテン浅野さん元キャプテン浅野さんも今34万コンスタントに稼いでるんで、うん、これはやり方ですよね、まあ、あとはもっとトップバスで30万稼いだっていう人もいる,だいるしだかやり方なんですよこれ全員が結果が出るかっていうと昔に比べると結果は出づらくなりましたけどその中でもやり方っていうのをやっていけば稼げないことはないですなんで、 まあ別にお勧めするというかまあ今こういう昔とこういう現状が変わってこうなんですけどやり方次第ではまあ収益が出ますよというところですね。うんうん、あちょっとねこのアンケートは僕取ったことがないんで逆にもちょっと作りづらいですね。うん 責めるとしたら健康第一ということですかね <laughs>。ちょっとキャラ押しでいくんだったら健康第一みたいな。健康第一ですよねと。健康が全てだと思います。みたいな。そこからまあ切り込んでいくかなというところですね。健康が第一という好きな言葉っていうのはなかなか僕はまあちょっとエッジが立ってんじゃないかなと思いますけど。うーん はいということでちょっとすいません僕の方でこういうアンケートの取り方をしたことがないのでちょっと難しいんですけれどもまあまああの提案してシュミレートしてるやつでいいんじゃないですかまああとは付け加えるんだったらトップバツが興味あるんでトップバツのことも話してもいいんじゃないですかねって話ですねうんまあ僕からまあ本質的な部分はアンケートの取り方をもう,ちょもうちょっと変えてお客さんの生のちゃんと書いてもらった意見ですね 心の声っていうのを書いてもらえるような取り方をした方がもちろんこっちの方がねもちろんこっちの方がチェックしやすくて簡単じゃないですかポンポンってやるだけなんでやりやすいんですけどそこで逆に言うとそこを乗り越えてでもそのアンケート入れていただけるような工夫ですよねそれをしていった方がいいんじゃないかなと思います。要はなんかうんこれいろんな考え方があるんですけどアンケートを取りやすくするのか。 アンケート自体を簡潔明瞭にして取りやすくするのかもしくはアンケートちょっと難しいけどもアンケートを書くことによってすごいメリットがあるよっていう工夫をするのかどっちかなんですよじゃあどっっっちの方方でで取ったがが次につながりやすすいかって話なんですねじゃあ簡単に取れるからっていうお客さんに時間を使うのかこれ時間的な思考で考えるならば、えー、適当に、えー ボタンポチポチを置いた人に対して自分の,時間をつ命,の命を使うのかそれともちゃんとアンケートを答えて自分のこう思いを書いてくれた人に自分の時間を使うのかどうせ時間を使うんだったら適当の人に時間を使うのかそれともちゃんと書いてくれてる人に時間を使うのがどっちがいいですかっていうこれですね僕はちゃんと書いてくれてる人に対して自,自分の命を使いたいので、えー、そういう工夫をしますアンケートは。 まあ工夫っていってもその2つですけどねここさえ知っとけばいいっていうなぜ興味を持ったのかな,なぜ私に興味を持ったのかもしくはまあその商品だったらその商品なぜ興味を持ったのかで今の現在の悩みをちゃんと明確に書いてくださいみたいな感じですよね。うんはい、ということで頂、まあ、い,いた内容に対して僕の見解アドバイスの方をさせていただきましたありがとうございます。